これですね、損壊建物ということで認定を受けまして、取り壊しになります。ただ、取り壊しも国の助成をいただいて、市の方で撤去することになるんですけども、建物しか壊さないよ、この中にある一般廃棄物は出してくださいねっていう括りがあるんですね。なので、それを搬出して処理するには莫大なお金がかかるということで、ただあるわけですよ。処理費用に関しては観光協会さんが出していただく。その代わり、僕たち NPO の方で人を募って、その搬出の人員の人件費の分に関してはボランティアで対応するということで、有名なバンダイスカイライン、福島の観光の名所の一つ、観光資源の一つでもあるんですけども、こちら、料金所過ぎて来られましたよね。1キロぐらいでこの廃墟で、それが福島の、紅葉であったりとか温泉場に他県の人が観光に来た時に、入り口にこういうイメージの悪いものがあったら、皆さんどういうイメージを持って、おのおのの県とかお家に帰ってどういう情報とかイメージを周りの人に伝えるのかなっていうと、かなりダメージは大きいと思うんですよね。ますが、果たしてこのほんのちょっとだけ温泉だけとか紅葉狩りに来たお客様がこの建物を見て、いやー、福島ってまだまだだねっていうふうな情報がなくて、口コミで広がってしまうじゃないですか。そういうのが風評にもつながるのかなと思いまして。ガシャっていいよ。手加減しなくていいからね、最初から飛ばして。はい。雄大君だよ。はい。どうも。お待ちしました。やっぱり避難してらっしゃる方を早くね、やはり自分のふるさとにね、戻れたらいいなって思ってますけどね。大変ですけど、やりがいがありますね。今どんなことを思ってますか？おいしいご飯が食べたいぜって。食べたいです。あと、うちきさんのトークをもっと聞きたいです。